はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化シラスのサクセスマウンテンですね、野手でやっていきたいと思います。で、デッキの編成なんですけれども、まあね、最高点を目指すっていうよりは、まずはちょっと 350m を出したいなということで、少し安定とリカバリーが効くような感じになってます。で、まずボーナスは、鈴木を入れる関係で独身術を取るんで、ささやき戦術ですねを取りに行きます。で、ちょっと今までやってたのがひじりちゃん入れてたんですけども、ここひじりちゃん枠にすると後入れがむちゃくちゃ重いんで、ちょっと今回初ではあるんですけれども、彼女枠としてしぐれちゃんを入れてます。で、彼女は1人入れても全然いいかなっていう高校だと思うので、とりあえずしぐれちゃんを使っていきます。で、あとは高速ベースランとトリックスターを阿久津くんで取って、つくもで高速レーザーで、あとはアイコンタクト魔術師を、六本木で取って、情熱エールをみやびちゃんで取るというような編成になってます。で、ここでのその確定不確定みたいな感じなんですけれども、鈴木はこれ独身術確定でいいんだよね。で、あとしぐれちゃんもささやき戦術は確定になってます。で、阿久津のトリックスターが不確定になってるんで、阿久津のトリックスターを取り逃したらちょっとこれもうリセット案件ですね。で、アイコンタクト魔術師、これも両方不確定ではあるんですけれども、この2つについては一応リカバリーが効きます。みやびちゃんの情熱エールが確定になってるんで、アイコンタクト魔術師金徳で持ってるので、まあ、うまくいけば練習で取れる。で、ちなみに鈴木くんも魔術師を持ってるので、うまくいけば取れる。あと六本木くん鍛えれば守備職人が魔術師になるので、魔術師が割とリカバリー効くかな。で、アイコンタクトもうまくいけば取れるんで、まあ、できればアイコンタクトを六本木で取ってもらえれば魔術師はリカバリーが効くというところになります。で、高速レーザーも一応多分不確定ではあるんだけど、修正入って多分確率は相当高くなってますね。失敗したことはないです。で、ちなみに俺トリックスターもなんか7回くらいやってるんだけど1回も失敗してないんだけど、成功率はかなり高めだと思いますので、まあその経験点のね、経験点っていうかメートルのてっぺんを目指すっていうよりは、まあ割と安定をとって350メートル前後を出せるような編成でまずはやっていくと。まずはそこら辺のメートルを出してからちょっと極限まで、まあ、粘るっていうやり方でやろうかなと思います。多分350メートル出したら投手へシフトしますけど、で、最初はもう特に語ることはないんで評価を上げていきましょうということですね。シラスはなんか結構立ち回りが難しいよね。能力をどう上げていくのかっていうのと、特能を取っていった方がいいのかとか、船長をね交代させた方がいいんで、そこら辺考えながらやんないといけないんで。で、最初につくも早っ。で、最初に関してはまあもちろん能力上げられないんで、まあ、赤コツで全然いいでしょう。だから今回挑発を捨ててるんで、もう極限を目指そうとすると多分みやびちゃん一人でアイコンタクト魔術師情熱エールを獲得するっていう方向になるよね。で、挑発枠入れればまたメートルが伸びるんですけど、何回かねやったんすよ、みやびちゃん一人でアイコン魔術師情熱エールを取ろうっていうやつを無理だったこれ相当ストレス溜まる。やっぱり練習をしていくとね、みんな金徳を覚え出すんで、やっぱいらない金徳をねよこしてくるんですよね。そこがなかなかネックになるところ。あ、妄想打てんな。体力ちょっと微妙なんで一回妄想打っておきましょう。で、後入れ若干重めなんで1回2回は妄想やっていいと思います。これひじりちゃん入れてた時って3回くらい妄想やらないと全然イベントが消化できないんで、そこをちょっと今回みやびちゃんに変えたというところになります。まあ、みやびちゃんも彼女枠にしてはちょっと重めではあるんだけど、追加イベントがあるんで、ユニフォーム用のさっきのやつねまた妄想にいるってことはそもそもあれだよね、
練習に来てないってことだから。45、鈴木37、17、17上げられるかな。いや無理かな。いやギリギリ上げらんねえ。まあいいや。精神ポイントはねめちゃくちゃ足りないんですよこの編成で。情熱エールとか独身術とかトリックスターじゃなくて高速ベースなんだっけ。めちゃくちゃ精神使うんで。でこれ一番下にすると一応1だけど総力骨がつかめます。どれくらい軽減されるかって言ったらちょっと分かって、またちょっとミヤみたいに練習に来なさすぎでしょ。24、33、いや無理だな。ちょっと筋力はめちゃ使うからな。ちょっと阿久津くんにしとくか。阿久津くん無限指導できるんで、まあ美味しいは美味しいんですけど、やりすぎるとねいろいろと筋徳を覚え出すんで、そこがまたネック。リカバリーを効かせるためにはなるべく他の人たちは筋徳を覚えない方が、まあ、いいっちゃいいんで。なんなしぐれちゃんマジなんなん謎。31だったらいけんじゃね。筋力31は欲しい。で船長を交代させるためになるべくまず最初の船長、まあ、今回でいうと鈴木くんですね、以外のキャラクターの能力を上げていきたい。かく乱てかどっちかっていうと走塁が欲しいんだよな。新型フォームは進めていきます。真ん中でも進むんだけどちょっと体力が減っちゃうんでね。メンタル67は無理だな。しぐれちゃんいるからやろう。だから自分が船長になるのって俺大体あの4月以降なんだけどさ、遅いのかな。だからそこら辺が難しい。でこれ一番下でいいんだっけ。調子安定を取るで守備51、つくもなかなかやるな。六本木45、ミート45か。それだったらいけんじゃない。いける。でミートとパワーは結構査定値が上がるんでね。競争心、しぐれちゃん彼女にしてえな。ちょっとこれ見よう。66結構強えな。67もうやっちゃおう。ってことはもう告白届いてるってことで、ブブ付けがあったか。これ真ん中でいいや。そう緑特の取れんだよね。強化も上がる。あ告白が来た。これ1回で終わらせよう。引き受けて上、イベント回数は少ない方がいい。あとイベに関してはどうしようかな。 F どうだ。高速レーザー、ストソは取れなかったな。阿久津か。48、いやでも鈴木は上げたくないからな。阿久津、阿久津今2回目だっけ。これにちょっと気をつけていかないと。もう疾走走潰すか。2回目。だここら辺のコツはいつも通り潰しちゃっていいよね。アキュダイダヘスラホームさよならも潰そう。ムードレーザービームなんて4でいいっしょ。でホームで結構技術余るんで、守備職人もまあ直取りしちゃっていいんだけど、そこまでの余裕はまだないんで、ちょっといつものやつを潰していきます。で気分屋ね、気分屋よこしてくるときあるからね。悲しいよ。そうすると4とかになるとマジで悲しい。お点取れないか。無理か。バス停前恐るべし。4打席いっちゃうんだ。大体これしょぼいよね。筋力48きついな。48まで持っていけないからデートしよう。割とちょっと練習が微妙な時にはデートする。そもそもコツが発生しない時があるんで、そういう時にデートを消化するっていうので彼女キャラを入れるのはいいと思ってるんですよね。これ何がいいんだろう。選択肢弟子入り志願
お願いします。これ一応ね積極守備が取れる。緑解くのいいよね。阿久津か。39はいけんな。33もいけんな。六本木くんちょっとパワー上げてもらおう。ちょっとダット3にしとこう。六本木よ、君はもうひ弱な体ではない。パワーマシーンになるんだ。リベンジ。そうだ、そのリベンジだ。船長になった。65 52。精神ポイントが足りないか。52まで上げるのはギリギリだ。なんでこうギリギリ足んねんだ。どうしよっかな。じゃあちょっとデート進めるか。あんまりデートの進まなさすぎても困るんで。でここはまあ上でいいか。体力回復できるよね。で阿久津くん変わってあげる。金徳ですね。1回目。で六本木止める。これも1回目。じゃ六本木って守備上げてた方がいいのかな。うわここマジでやることね。さっき練習してここでデートすればよかったっていうのが結論で、前入れは別に妄想する必要ないんでデートしちゃおう。コツが来ないとちょっと悲しいよね。せめて赤でもあってほしい。ここでなぜか体力最大値が上がるの何気にいいよね。下敏捷で48か。六本木が強くなっていく。六本木が強くなること自体はマジで歓迎だから。どうだ、いける。強くなれ六本木を。あちょっとね、でも今六本木船長なのか。まあいいや、負けちゃったから。六本木しかないしね。フルヒッター、なんでそんなごついものをよこしてくる。で遊びに誘う。どうしよう、守備上げとこっかな。アイコンタクトはマジで欲しいんだよね。ちょっと守備上げとこう。どこまで上げればいいか分かんないけど、とりあえず C にできるんだったら C にしておこう。安定を求めるんで阿久津。対左、精神をくれ精神を。俺に精神を。鈴木六本木は強え。ちょっと六本木今どういう能力になってんの。ちょっと見れるんだっけ。ミート A、 総力 A、 パワーも C あるよ。強えな。お前が船長だ六本木、お前がナンバーワンだ。フルヒッターとかいらんわ。ヤシはね結構いらんわっていうコツをよこしてくるからね。いいね。で阿久津か、みやびちゃん、みやびちゃん上げてこう。あ、上げてこうっていうかそもそももういけんのか。じゃあこっち、他のキャラを強くする。守備職人潰しとけよかった。進み具合はどうだろうね。みやびちゃんの1回目で阿久津が1回進んでんのか。2回目はまだ来てない気がする。小吉、まあいいや。これはついてない。やったー。で赤、何、俺はみやびちゃんにもパワー。てか俺貧弱だよね。よくよく思うと。持っていけるかな。いや絶対持っていけないでしょ。いや無理だな、貧弱選手だ。ちょっとここみやびちゃんに筋力もらおう。あ、守備職人はさすがにいらないから潰す。フルヒッター4。あれ守備職人あった。
と経験点をください。みやびちゃんに筋力を教わる男としてこれほど悲しいものはない。阿久津、いや六本木を伸ばしすぎたわ。まあ阿久津でいくか。あれ阿久津何回目。ちょっとインコース、これ4回目だよね。阿久津はもう次控えよう。いや成功してくれれば全然いいんだけど、ちょっとリカバリーのことを考えるんで今回は。で鈴木は1回目か。ここ六本木の妄想か。だったらまあいいか。ただのタックで、でこれ一応守備職人が取れるんだよね。だいたいこのイベントが起こるときって終わらせてるから、ジャスミンに勝負しよう。さて六本木どうだ今の感じ。アイコンタクトは取れた。アイコンタクト取ったから魔術師だな。やっぱりリカバリー考えないとダメだ。阿久津 A87、 結構経験ってでかいな。で正直守備は上限突破があるから伸ばしてっていいんだよね。ダメだ、精神がやっぱり足りねえわ。じゃあ阿久津、阿久津さん精神をください。あ阿久津もやっちゃったよ。ストライク送球いらん。速さの先にこれした。ここでトリックスターに流れていきます。でどうなんだろう、総力上げた方がいいかな。 C にしとこう。なんとなく安心の C。 ちょっと能力揃えますか。 D に揃えよう。そろそろ自分が船長っていうのもなりたいけど、なんかどこら辺で船長になるのがいいタイミングなんだろうね。まあ、通常にやってればね、特殊能力とか取れるときに取っちゃっていいと思うんだけど。あ26 20。あどうしようかな、バレンタイン前だからちょっと経験点を取りに行こう。で阿久津六本木っていうか誰、六本木だよね。六本木強すぎるな。六本木強すぎるけどやっとこう。六本木が強くなることは魔術師のあれになるから。何回目、4回目か。だからなるべく早々にもう船長にはなりたい。で魔術師をとりあえず取りたい。で C になって、これもかなりでかいよね、ランクアップするのも。 S はね相当うまくいかないとできない。かなり妄想積まないといけないから。阿久津、阿久津なんか阿久津ばっかだな。どうする、いっか阿久津強くしよう。阿久津も投手は別にランク上がっても船長になんないんで。リベンジ6回目、579とかで覚えていくんだっけ。みやびちゃんは2回目。これ回復を、うん、たまに失敗するけどね。六本木強えな、さすがに。でちょっとかく乱は取ろう、接戦も取ろう。競争心も2でいいか。でリベンジは絶対4だから取る。で追い打ちも取ろう。で意外性フルヒッターどうしよっかな。広角打法がなかったら、コツが来なかったら取るか。左に行くことこう。いや左はでもいいや。で鈴木、メンタルみやびちゃんか。67持ってけねえよー。ということで持ってけそうな方のミート。これ精神ガチで足りないな今。怪我シックさんで2回目。ここ体力回復するのか。あ鈴木、そう鈴木が船長になるとね精神もらえるからね。これ結構でかい。
で、みやびちゃん。あ、つくもいけそうだな。ちょっとつくも精神稼がせてもらおう。34でいけるのはなかなかに美味しい。で、いぶし銀初めの方にね、あのデートは進めてあるんで、まあまあまあ割と楽。阿久津鈴木六本木60か、どうかな、持っていけるかな、持っていけるんだ。今どうなってる、誰、鈴木か。持っていけるんだったらぜひ持っていきたいけど、あ、持っていけんな。 C くらいだったらやろう。これで六本木だって5回目でしょ。衝撃低級室だ。あれ、これってさ、覚えてるやつを覚えるんじゃないの。しかも六本木が返り咲いた。みやびちゃんの妄想か。いや、やることねえな。ラブパワーの時に限ってやることがない。まあ妄想するかデートするかって言ったらちょっとデート進めとこう。かなり余裕はあるっちゃあるんだけどね。で、鈴木が終わりで、4月にはもう確実に自分が船長になっておきたいけど、独身術少しか、まあ、しょうがない。 A は無理だな。いや、やることない。ちょっと教えてもらおう。教えてください、六本木師匠。ローボールヒッター、そうか、定休ヒッター持ってるからか。で、みやびちゃん終わりでしょ。で、精神が絶対足りないよこれ。情熱 L、 情熱 L も1だからね。どうなった、鈴木か。鈴木ちょっと返り咲いてくれ。鈴木を返り咲かしてから俺が船長になろう。インコース返り咲いた、よし。さて90か、阿久津54だったら全然いけるな。肩50ってか、もともとみやびちゃんがあれか。今どういう状況、つくも弱えな。90ね、どうかな。じゃあもうちょっと重い独身術先に取っとこう。72、アイコンも取るか。そうだ、アイコン取っとかないと。だってみやびちゃんかぶっちゃったら困るからね。確実に魔術師を獲得したいということで、アイコンを取りました。取ったやつはよこしてこないんで、よし、総合力 B。 ありがとう。この80かなりでかいわ。ふざけんな、マジでふざけんな。病院行くか。ちょっとこれは嫌だ。あ、やばい、もうでも治らねえし、治らないし、治らないし、90まで持ってけない。これで A81、 ちょっとパワー C にするか。パワー上げると結構上がるからね。86ビッショーってどうなの。ちょっと上げてみよう。 B まで上げてみて。87、1しか上がんない、やめよう。 S90 でしょ、同じであれば大丈夫だから。あと4つ特能取ればいいんでしょ。これ、あ、2上がったわ。怪我しにくさも結構いいんじゃね。91だったらこれ外したらどうなる。88、いいや、これで。じゃあこれで一回もう自分返り咲こう。で、直しておきたい。まあ、だから回復系のやつを持ってきてもいい気がするんだけどね。よし、でこっからこれもちょっと無理なんだけど、 C でいこう。金徳、誰、六本木は定休室だ。六本木定休室だか。いいや、回収しとく、回収しとこう。まあ1個で全部で3個もらえるんでしょ。
みやびちゃんこれまだ終わってなかったんだ。とりあえず回復系持って持て。3対3、ちょっとシラスを理解しきれてないっていうところだよね。あ、これもね体力回復系だったんだけど何にもない、悲しい。まあこれはじゃあこっちでいくか。あとはもう金徳待ちだな。まあ鈴木でもいいし、みやびちゃんでもいいし。あ、そう、これかなりつかめるよね。かなりっていうか確率的にかなり、まあ、悪痛はもう必須だからね、通過するのは。ちょっと待って、定休室だってさ取っとかないとさ、また定休室はよこしてくるんじゃん。取っとこう、回収しておこう。定休室ローボルヒッターがあるから割と軽い。てか高速ベースランク激重なんだよねこれ。走塁がさ、走塁がっていうか高速ベースランク意外に精神使うところがきつい。でここなんもねえじゃん。でなんもないときはじゃあもうしぐれちゃん終わらせちゃおうと。あとはちょっと金徳が出てくるのを待つ。で他の余計な金徳を覚えさせないようにしないといけないんで、悪痛だよ、だから危険なのが。六本木はもう一回いけるよね、ささやき少しか。悪痛、この悪痛危険。というわけでちょっと普通に経験点稼ぎに行きますか。ない、しぐれちゃん魔術師さえ掴んじゃえばあとはもう正直どうとでもなるんだけど。金徳の確率ってどれくらいなんだろうね。来ないね、守備バックくんだ。まあ守備多いからね。てか青骨が、あ、金骨が来てる。誰、阿久津いらん。つくも、つくもはじゃあやっとくか。そうだからこういう時に阿久津が舞い込んできちゃうから悲しい羽目になる。妄想で回復しよう。で阿久津、もう阿久津半端ないな。あとはもうここからは金徳待ちっすね正直。8番キャッチャーとかパワーとか少なすぎるんだな。まあいっか、このままいきますか。試合はカット。何にもない、マジで何にない。暴走しよう、暴走。まあ妄想して総合能力上がって経験点取れればいいんだけど、 S は相当きついよね。 A とかだったらね、まあ普通に行くけど。金徳よこせや。誰、鈴木くん A87、 精神が若干きついけど、まあ持ってくか。いやマジできついな。あとは金徳よ、金徳。内野安打。もうここまで来たら自分はもう交代しないよね。まあシラスのいいところは甲子園に行った後でも一応金徳が取れるんで、まあ、そこにかける。お、喧嘩ありがとう、マジでありがたい。あ、すげえな、やろう。初タックか。キバはかなり嫌い、マジで。でトリックスター取っちゃうか。もうちょっといや、潰しにかかろう、いろいろと。情熱エールも取っちゃおう。あとは
ささやきも重いから取っちゃおう。で高速もいいや、取っちゃおう。高速レーザーそんなに重くないよね。で内野安打、プルヒッターね。高速ベースライン用の精子を残しとかなきゃいけないと。あとは金徳、マジ金徳来てくれ。来ない、やることないからメンタルだな。で、 できれば守備は上限突破させて査定を少しでも上げておきたいっていうのはある。パワー上げとこう。パワー B S4、 ランクは SS 行けばマジでいい方。あ、金徳、金徳、鈴木魔術師ありがとうございます。そして六本木が上がんなかった。上がってないか。あ、そっかそっか、金徳を取ったから六本木の能力は上がってないんだ。で魔術師も全然軽いんで大丈夫。どこだ、65、安っ、1でこれだからね、まあ、かなり美味しい能力ではあると思う。第3球は、あぶねえ負けるかと思った初回に3点取られたからね。よしよしよし、あ、また金徳が来てる。これ回収しとこう。六本木、君は強すぎる。回収してさ、取れるか。ちょっと待ってね、まあ、取るものは取ろう。高速ベースランは回収する。で、あとはちょっと待って、重い球回収しとこう。重い球回収する。いや、絶対必要なのが速攻。速攻も何気に重いから。で、アウトコースかインコースか。阿久津って何覚えてたっけ、そもそも。もはや覚えてない。あ、ストソーか。ストソーはちょっと重すぎるよな。そしてオクタビア、オクタビアもすげえ俺嫌いなんで打ちづらすぎる。投球は3球目、投げた低めボールが回った、ピッチャー返し抜けた、勝った最後しょぼかったけど。よし、ストライク送球取るべき。送球のコツ持ってたっけ。送球のコツがないとガチできついからな。で最後ここか、広角砲。広角砲も重いな。まあ、経験点はだいたい1万ちょいなんだよね。だからこれがまた厳しい。絶対的経験点がね足りないんだよ。そうそう、190とか無理だ。まず査定値を上げるために守備を突破させよう。144から153、9くらい上がるかね。1ランク上がるよね。でパワーはちょっと余ってるから A にすると153から158か5か。どうなんだろうな。まあいいか。レストソーってじゃあ取るといくつ。158から163、どうなんだっていう。プルヒッターは158から2か。広角打方がね結構上がるんだよね。158から163だから。でちなみに163から165だから広角砲は微妙なんだよね。そうって考えると、まあ、小さいコツをとりあえず回収していきますか。気分屋はちょっと取れる余裕がない。精神がいかんせん足りないから。コブかいくつ上がるんだろう。163から164、微妙。総力ブーストは、総力が結構余ってるからね。163から164、まあいいや、取ろう。でパワー比がどんくらい上がるんだ。
168、164か、まあそれなりだね。だったらこっちの細いやつを取っていくか、クイック、打球反応、牽制、ポーカーフェイス。で、精神余ってればね、根性とかもいけるんだけど、緊急銅板とかね。この編成はね、精神がちょっときついっていうところが、またあれ、アウトロー級は取ろう。で、技術がなくなったな。クリヒタ取るか。怪我しにくさ20丸って。168。もう2か。もう2上げてえな。168からの守備って上げるとどうなる ?168 変わんねえわ。これで2上がんねえかな ?B。168絶対上がんねえわ。いや、全く分からんわ。マジか。じゃあ、総力。B まで持っていけないけど、168。やっぱ特務なんだな。技術が足りなさすぎるか。だったら、ちょっとここら辺一回外して、1%、これ2メートルかでも。いや、もう 1% 上げたいんだよな。どうあがいても無理か。高い。もう一個。もう一個何か。あった。逆境。これでどうだ ?170。よし。1% 上がるからね。こんなものか。さて、じゃあこれでいきましょう。はい。うん。やっぱり絶対的経験点が足りないから、ちょっと基礎能力が弱い。323か。あと 30m は伸ばせないな。そうだね、細いやつを、いや300、この編成350きついか。やろうとするとあと2つの金徳を、ちょっと軽い金徳が取れてどうかなっていう感じですね。350ってなかなか難しいわ。甘く見てました、すいません。まあ、とりあえず、そうだね、ここに挑発が乗ってくると350とか見えてくるかもしれないけど、じゃあそうすると金徳どうするっていう話にもなるんで、まあやっぱり350以上出そうとするとかなりの運ゲー要素が絡んでくるような気がしますね。まあ、とりあえず一旦野手はこれでいいや。まあ、投手の方もちょっと着手していかないといけないので、まあ、とりあえず今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。